アレクサンドル・ジロティ、アレクサンドル・ジロティ、アレクサンドル・イール・イク・ジラティ、1863年10月9日、ハリコフ近郊から1945年12月8日、ニューヨークは、ウクライナ出身のロシアのピアニスト、指揮者、作曲家、編曲家。フランツリストの最後の皇帝の一人として、またセルゲイ・ラ・フマニノフのいとことして言及される。本人がドイツ語風に、 サイラィとする綴りを好んだため、日本では最近まで、これを英語を読みないしはフランス語読みして、シロィと記されることが一般的であった。1917年のロシア革命までは、最も重要なロシアの芸術家の一人であり、リスト、チャイコフスキー、アントン・アレンスキー、ラフ・マニノフ、イーゴリ・ストラビンスキーらに作品を検定されいる。作曲家としての評価よりも、演奏家や、 バッハ、モーツァルト、ショパン、チャイコフスキーの編曲家として評価されている。指揮者としては、保守的な思考をとったラフマニノフとは、対照的に、進歩的、解明的な姿勢をとり、同時代の作曲家の作品を積極的に取り上げた。例えば、ロジェイコールデュカス、シベリウス、プロコフィエフ、シマノフスキラは、ジロピの手で上演されることを起として、還元楽曲を作曲している。 また、リストの皇帝であったからといっていたずらに新しいものを追うのではなく、保守的な音楽にも一定の理解を示していた。例えば少年時代のラフマニノフにジロティが与えた課題は、ブラームスの変奏曲であり、これによってラフマニノフに変奏曲に対する関心を植え付けたと言える。アレクサンドル・ジロティは、イリア・ジロティと、妻のユリアの間に生まれた。 ユリアの父のアルカディー・ラフマニノフ、セルゲー・ラフマニノフの父方の祖父は、ジョン・フィールドにピアを学び、自分の子供たちにも音楽を学ばせた。ユリア自身も子供たちに音楽を学ばせようとした。1871年から、モスクワ音楽院で、ニコライ・ズベーレフに支持する傍ら、1875年から、ニコライ・ルビンシュテイン、セルゲー・タネーフ、チャイコフスキー、 フーベルトラの訓当を受ける。1881年に金メダルを得てピアノ科を卒業。1883年から1886年までバイマルでリストの訓当を受けた後、ライプツヒリスト協会の共同設立者に名を連ねる。1883年11月19日にライプツヒで演奏家としてデビューを果たす。1887年に ジロティは、モスクワで最も裕福なパーベル・トレチャコフの娘の、ベラと結婚した。豊富な資金を持つトレチャコフ家の公演によってジロティは、自分のコンサートを開くことが出るようになった。同年、母校モスクワ音楽院で教壇に立ち、ゴリジェン・ベイゼル、マクシモフ、重帝・ラフマニノフラを指導。この頃、チャイコフスキーのために皇帝者として働き始め、とりわけ、 ピアノ競争曲第1番と第2番の構成を行った。1889年にタネエフに代わって音楽委員長に就任したワシー・リーサ法のフと対立し、1891年5月にモスクワ音楽院を辞職、1892年から1900年までヨーロッパを拠点とし、アメリカ合衆国にも進出して、欧米の各地で演奏活動に入り、 1898年には、ボストン、シンシナティ、シカゴでも演奏旅行に取り組んだ。この間に、重廷、ラフマニノフの名高い、前奏曲英派単調を、西ヨーロッパに初めて紹介している。ラフマニノフの、ピアノ競奏曲、第2番の世界初演では、作曲者自身のピアノとジロティの式によって行われた。1901年から1903年まで、 モスクワフィルハーモニー管弦楽団を指揮し、1903年から1917年まで、サンクトペテルブルクにおいて、自ら資金を提供して、ジロティ演奏会を統率し、レオポルト・アワーや、パブロ・カザルス、シャリア・ピン、エネスコ、ヨゼフ・ホフマン、ワンダ・ランド・フスカ、ビレム・メンゲルベルク、フェリックス・モットル、アルトゥル・ニキシュ、アルノルト・シェインベルク、フェリックス・ワイン・ガルト・ナーラを招いた。 ドビュッシーやエルガー、シベリウス、グラズノフ、ラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ストラビンスキーらの作品のロシア初演や世界初演を行っている。ディアギレフがストラビンスキーの花火を知ったのもジロティ演奏会においてであった。スクリャービンはクーセビツキーよりも優れた音楽家、なんと好感の持てる人でしょうと評している。1918年に マリンスキー劇場の監督に任命されるが、翌年にソ連邦を去ってイングランドに渡り、最終的に1921年12月に渡米し、ニューヨークに上陸する。アルトゥール・ルビンシュタインの取りなしで、ラフマニノフの推薦状を得て、1925年から1942年まで、ジュリアード音楽院大学院で教壇に立つ傍ら、時々リサイタルを開き、 1930年11月には、トスカニーニの指揮により、全曲リスト作品による演奏会でも演奏を行った。ジロティに、個人指導を受けた者に、作曲家のマーク・ブリッツ・ステイニやピアニストの友人、イストミンがいる。ジロティはピアノ独奏用の編曲を200点残したほか、ビバルディやバッハ、ベートーベン、リスト、チャイコフスキーの還元楽曲を肯定している。 ピアニストとしてピアノロールも残した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。